使っちまったぜ。僕がおとりになる。カースケやめろ。カースケ、さあ来い、最高のタイミングを計算してやるからな。あばよ、こいつ、こいつ、俺が防波堤になる。行け、うわー、ど、激、どうなってるの。ジュピター X が光り出した。逃げるんだ、モモカ君。コニーちゃん、うわー、モ、モモカだな。メールを受信しました。タイガ高太郎様、至急あいたし。 ID5 ピンククーガー、 ピンククーガーだと。悪いわね、宇宙定食売り切れちゃったのよ。じゃあ俺ギャラクシーカレーでいいや。お、昼間からステーキとは豪勢だの。合成とかけて 3G 食堂のステーキと解く。その心はアナカナシ、合成タンパク質ときたものだ。お見事、座布団10枚持ってけ。それほどでも。で、頼みってなんだね。ああ、急で申し訳ないんですが、明日の地球防衛会議に出席していただきたいんです、私の代わりに。え、それはまたどうして。私事で恐縮ですが、どうしても片付けなければならない用事ができてしまって。しかし明日は予算審議会もあるんだろ。僕より参謀に頼んだ方が。これを見てください。休暇届？私のデスクに置いてありました。それで参謀は朝一番で地球に降りていったそうです。マイクをだまくらかして。おそらく目的は私と同じでしょう。目的？もしよければ事情を話してくれんかね。その前にお聞きしたいことが。なんじゃらほい。 ID スーツ今でもお持ちでしょうか。 ID スーツ、ああ、確かスペアが僕の部屋に。でもなんで今さら。ああ、ジョン君、探しましたです。何事かね、スワン君。これこの間里帰りしてた時のお土産です。おお、これがまさしか。ビーフジャーキー。よかったな、長官。本物の肉だぞ。ステーキだったらもっとステーキだったのに、なんちゃって。憎いね。今日は冴えとるの。座布団50枚持ってけたろ、もう。行衆偵察艇村雲、客式司令部多次元艦より発進準備。カウントダウン開始。60秒前。59、58、57、56。もしもの時のためにガングルーを持っていきます。ああ、そうだな。では会議の件よろしくお願いします。気をつけてな。コンディショングリーン、村雲発進。はいよ。ビールのおかわりまだ？ただいま。焼きおにぎり3個頼む。わかりました。いらっしゃい、お一人さんで。ああ、人と待ち合わせてるんだが、まだ来てないようだな。とりあえずこちらどうぞ。ああ、ご注文は。そうだな、ホッピーもらおうか。え？ホッピー置いてないの？すいません。そっか、じゃあサワーでいいや。梅サワー。梅サワー一つ。他には？サンマの塩焼きとゲソ揚げと、あとモロキューもらおうかな。焼き鳥なんかどうすか？バカを言うな。誰が焼き鳥なんか食べるか。そう、私たちにとってはタブーなのよ。焼き鳥も唐揚げもフライドチキンもね。君は桃子君。あのメールをくれたのはやっぱり君だったのか。元気そうね、コニーちゃん。嘘じゃないんだな。よく顔を見ててくれ。間違いない、確かに久我桃子君だ。なぜだ、
生きていたんならどうして知らせてくれなかった。あ、気持ちはわかるけど落ち着いて、みんながこっちを見てるわ。そうだな、座ろうか。お客さん、何しましょう。プラッシーをお願い。え、プラッシーだよ、プラッシー。もしかして置いてないの。あ、隣の米屋で売ってるはずだ、すぐに買ってきたまえ。はい。近頃の店員と来たが機転が利かなくて困る。相変わらず命令の出し方は的確ね。10年前を思い出すわ。君の方こそ10年前とちっとも変わってない。どう見たって可憐な少女のままだ。口のうまさも相変わらずね。お世辞でも嬉しいわ。いや、お世辞なんかじゃ。ママか、ママかいいか、元気に、こっち。ママか、幽霊じゃないんだな、本当に生きてたんだな。会いたかったぜ、モモコ。ボンジュール、ミスターヒューマン。長官、何やってんだこんなところで。明日は地球防衛会議だろ。心配ご無用、その件なら博士に代理を頼んである。ヒューマ君こそどうしたんだ。朝早く出かけた割には遅かったじゃないか。マイクのボケナスが侵入角度を間違えてラスベガスに降りちまってよ。たぶんひどい目にあったぜ。抜け駆けするからバチが当たったのさ。それにしてもぶったまげたな、モモコ。お前10年前のまんまじゃねえか。激兄も10年前のまんまだね、そのゴジラモヒカン。当たり前だろ、クラッカー。これは俺様のトレードマークだからな。でも10年前とは一味違うぞ。1998年のアメリカ映画版をモデルにしてるんだぜ。いらっしゃいませ。よし、麦茶を大ジョッキーで頼む。氷抜きでな。あ、はい。モモコ君、聞かせてくれないか。あの時何があったのか。この10年間どこで何をしていたのか。ええ、でもその前に。梅沢にプラッシーお待ちしろ。麦茶もお待ちのさま。せっかくだから乾杯しましょうよ。それじゃ ID5 の再会を祝して乾杯。 ID5、 それは今から十数年前、多発するテロ活動や科学犯罪に対処するため、防衛庁内部に秘密裏に組織された5人の精鋭からなる特殊任務部隊、インデミタブルディフェンダー5の略称である。ではここで当時に遡り、そのメンバーに自己紹介をしてもらおう。朝日に輝く金の盾紙、コードネームゴールドタイガー、タイガー光太郎。みんな最後まで決して諦めるな。我ら ID5 の勝利の鍵、それは勇気だ。日輪にきらめく銀色のモヒカン、コードネームシルバーピューマ、ピューマ激。いいよ、鍛え抜かれたこの体、100人だろうが1000人だろうが束になってかかってきやがれ。黄昏にとどろく青き稲妻、コードネームブルーモンキー、円筒寺光一。電脳の海原へレッツダイビング。ちなみに彼は 3G 情報部所属、円筒寺光介の父親であり、 3G のコンピューターシステムには彼の開発した基本 OS が組み込まれているのだ。闇夜を切り裂く黒き翼、コードネームブラッククロウ、足太ガラスのカースケ。追跡と潜入捜査なら僕にお任せ。ホーホー。満月に浮かぶ桃色の花吹雪、コードネームピンククーガー、クガンモモコ。爆弾作りが大好きなちょっと危ない可憐な少女、言うこと聞かない悪い子はコッパみじんにしてあげる。彼ら ID5 は抜群のチームワークで数々の事件を解決、もしくは未然に防いできた。だが ID5 は10年前のある事件をきっかけに解散することになる。その原因となったのがオペレーションナンバー96、その名もジュピター X 奪回作戦である。15年前、宇宙開発公団の前身である宇宙開発事業団によって無人木星探査船ジュピロス1が極秘裏に打ち上げられた。それから4年後、ジュピロス1は密かに地球へ帰還、木星から
未知のエネルギー物質ジュピター X を持ち帰った。そして翌年、つまり今から10年前、国際的武器密売シンジケートバイオネットが政府の秘密研究所からジュピター X を強奪した。防衛庁よりジュピター X 奪回の命を受けた ID5 はバイオネットが隠れ蓑にしているハイテク企業ペルソナエレクトロニクスの本社ビルに潜入。そこでタイガをはじめとする ID5 のメンバーは運命の時を迎えたのである。ジュピター X の保管場所は？あの部屋よ。いたぞ！撃て！くそ！見つかっちまったぜ！いかん！敵の数が多すぎる！逃げられんぞ！僕がおとりになる！おー！助け！やめろ！なんだこのカラスは！あっち行け！今よ！ちょめ！くそ！あと少しだ！このカラス、たらつで焼き取りにしてやる！助け！悲しんでる暇はねえ。ここは私が食い止める。みんなは早くジュピター X を。うん、無茶はするなよ。気をつけて。かかってるよ。あそこだ皆さん。さあ来い。最高のタイミングを計算してやるからな。このところか。死ね。待て。 あれは爆弾だ。やばいよ。何なの？あいつ自爆しやがった。高一、高一！やべえ、あっちからも敵が。だぞ、そして。俺が防波堤になる。行け。死ぬなよ、敵。あったもよ。ああ。敵！敵に！敵に！ない。ぶっ殺しなぜ。よくも、よくも仲間たちを。貴様ら絶対に、絶対に許さん。待って、小兄ちゃん。どうした？ついに見つけたわ。あれを見て。あれは、あれがジュピター X か。動くな！それ以上、ジュピター X に近づくんじゃない！ああ、どうなってるの？ジュピター X が光り出した。どんどん明るくなっていく。眩しい。何が起きようとしているんだ。危険危険、ジュピター X 異常加熱、爆発まであと1分。速やかに退避せよ。速やかに退避せよ。いかん、逃げるんだ。モモカ君。コウ兄ちゃん。さあ早く。モモカ、気をつけろよな。お手のくらたまだ。はい、ただいま。謎の大爆発によって敵アジトは跡形もなく崩壊。重傷ではあったが、私と劇は奇跡的に一命を取り留めた。マシンガンごときで俺様がやられるかってんだ。見ろ、あの時食らった銃弾の跡も俺にとっちゃ勲章だぜ。すごい傷ね。あの一件でメンバーを失った ID5 は自動的に解散。バイオネット対策は内閣調査室に委ねられ、私は宇宙開発公団創設委員となり、俺はアメリカに渡って NASA の防衛軍の軍事顧問になった。そして今では二人とも地球防衛組織 3G の一員ってわけね。教えてくれ、桃子君。あれからすぐに私たちは大捜索を行った。だが君を見つけることはできなかった。君は一体どこにいたんだ。私、助けられたの。助けられた？あの日、あのビルに潜入していたのは私たちだけじゃなかったのよ。どういうことだ？ある国の諜報機関も密かに潜り込んでいたの。バイオネットを潰すために。ってことは？そう、あの爆発の直後、私は彼らに運び出され、彼らの国で治療を受けていたの。意識不明の重体だったから。マジかよ。しかし、なぜ君を助けたんだ？何か目的は？バイオネットに関する情報、それが
彼らの狙いだった。なるほど。おい、肉じゃが持ってこい。4番さん、肉じゃが追加。で、どうしたんだ。国家的重要機密だってことは分かってた。でも理由はどうあれ、彼らには助けてもらった恩があったし、何よりも共通の敵であるバイオネットを倒すためならと思って、知ってることを全て教えたわ。けれど彼らは君を解放してくれなかった。いいえ、私の方から彼らの仲間に入れてもらったの。バイオネットと戦うためにね。だったらどうして連絡してくれなかったんだ。無事だってことぐらい知らせてくれても。私の怪我が回復した頃、もう ID5 はなかった。二人ともチリジリになってそれぞれの職場で活躍してたわ。だから高兄ちゃんや激兄に迷惑をかけたくなかった。私の気持ちも分かって。水臭いじゃねえか。そうさ、君がいれば ID5 を再結成することだってできた。だけど。いいさ、もう過ぎたことだ。お兄さん、イワシコロッケを頼む。はい、4番さん、イワシコロッケ追加。でも今になって俺たちを呼び出したのは何か訳があるんだろ。勝手なお願いなんだけど、助けてほしいの。ん？トラブルか。あなたたちが異星人と戦っているように、私もこの10年間バイオネットと戦ってきた。そしてつい最近、あるものと再会してしまったの。あるもの？ええ、ジュピター X よ。なんだって？ジュピター X だと？しかしジュピター X はあの時の爆発で消滅したはず。あれは研究サンプルの一つに過ぎなかったの。それじゃあ、私たちバイオネット殲滅チームは奴らの本拠地がある島に侵入し、そこで偶然ジュピター X の本体を発見したの。でもその時の戦闘で仲間たちは殺され、私だけが生き残った。それで私たちに助けを。情報機関の連中はどうしたんだ。チームを再編成しても良さそうなものだが。彼らは私が裏切ったと思ってる。四面楚歌ね。ちゃんとした証拠がつかめていない今、国家が公に動くわけにもいかない。一人で戦うしかないの。でも何の装備もなくて、だけど仲間たちの仇も討ちたい。だからお願い、二人に手伝ってほしいとは言わない。せめて武器になるものを貸してもらいたいの。無理なこと言ってるのは分かってる。でも今頼れるのはあなたたちしかいなくて。バカ野郎、お前が困ってる時に黙って見てられるか。俺も一緒に戦うぜ。うん、桃子君の頼みを断るわけにはいかん。少々時間がかかるかもしれないが。それが余裕がないの。え？私の掴んだ最新情報によると、バイオネットはジュピター X を使って悪魔のプロジェクトを発動しようとしている。そのカウントダウンはもう始まっているのよ。悪魔のプロジェクト、どういう意味だ。奴らのバイオネットの本拠地はベロケニア共和国の領海にあるのよ。ベロケニアだと？そいつはまずい。あそこは共和国とは名ばかりの独裁国家だ。下手に動けば国際紛争にも発展しかねえ。となるとゲリラ戦しかないな。よし、海と空二手に分かれて潜入しよう。ちょっと待った。これは命がけの作戦だ。コウちゃんは残れ。どういう意味だ。私も ID5 のメンバーだ。自分だけのほんとしていられるか。自分の立場をよく考えろ。コウちゃんは 3G の長官。その身にもしものことがあったらどうする。 3G の指揮を取れるのはお前しかいないんだぞ。ヒューマ君、これは弔い合戦だ。弔い合戦。ジュピター X を奪い返し、バイオネットを叩き潰す。それこそが光一と川助への最大の供養だと思わんか。そりゃそうだな。それにこれは桃子君に対する償いでもある。10年前は助けられなかったが、今ならそれができる。光兄ちゃん。これ以上説得しても無駄みてえだし、お約束のあれ言ってみっか。ああ、ID スクラムね。よっしゃ。なんだなんだ、エンジンなんか組んで一体何するんじゃ。勝利の鍵を我らの手に。 ID5 オン。5オン。5オン。
翌朝、タイガ長官はガングルーで空から、ヒューマ参謀とモモコはガンドーベルで海から、バイオネットの本拠地があるベロケニア共和国沿岸の島へと向かった。どうだ、ガンドーベルホバーモードの乗り心地は？最高だけど、どこで調達したの、こんなすごいオートバイ。こんなこともあろうかと、地球へ降りてくるときにちょっくら拝借しといたのさ。武器弾薬もたんまりついたな。じゃあこれって 3G の最高機密？なに気にすんなって、こうちゃんも承認済みだ。そう、どうした、急に黙りこくって。こう兄ちゃん結婚したのね。ああ、5年前にな。奥さん、どんな人？あいつ面食いだからな。確か、ミス葛飾だとか言ってた。お子さんは？女の子が2人、上が4歳で、下が2歳だったと思う。へえ、そうなんだ。でもあいつ、本当は結婚する気なんてなかったんだ。え？あの事件の後、おうちゃんには浮いた話が2つ3つ、いや5つ6つ、それとも7つ8つだったかな。あ、まあとにかくいろいろあった。あいつフェミニストを気取ってるだけあって結構モテるからな。だが結局どれも身を結ばなかった。なぜだかわかるか？なぜ？おっと、どうやら目標ポイントに到着したようだぜ。あれよ、あの島よ。おお、あの島がバイオネットの本拠地か。よし、しっかり捕まってろよ。エンジン全開。お、おりゃなんだ。何って、何？あれだよ、あれ。島の手前、海面がブクブク泡立ってんだろ。本当だ。なんか黒くて大きなものが浮上してくる。潜水艦か？違う、あれは。あいつはメガロドン。7000万年前の恐竜時代に海を支配していた古代のサメよ。冗談だろ、30メートルあるぞ。大変、こっちに向かってくるわ。あんな奴に食われたたまるか。強行突破するぞ。あれや、ダメ、逃げ切れないわ。そう、こうなりゃ奥の手だ。ガンドーベルが体当たりしてやる。いいか桃子、合図したら飛び降りるんだ。さあ、ああ、今だ、トモコ。行け、ガンドーベル。何やがれ、サメ野郎。でも、オートバイが沈んじゃった。ガンドーベルはボロボックじゃねえと遠隔操作できねえ。しゃあね、泳いで岸まで競争だ。よーい、ドン。どうにか上陸できたな。ごめんね、激に。こんな危ないことに付き合わせちゃって。俺はカースケと光一の復讐がしたいだけさ、バイオネットの連中にな。でも、なに、俺にもしものことがあっても悲しむ家族なんていねえからよ、気が楽だぜ。ねえ激兄、激兄はなんで結婚しなかったの？なんでって、ずっと仕事が忙しくて、それどころじゃなかったっつうか。でも好きな人くらいいたんでしょ？まあな。その人どんな人教えて。どんなって、そうだな、年下で妹みたいで可愛いんだけどちょっと生意気で、でもそいつ死んじまったんだ10年前に。え、10年前？いや、死んだと思ってたけど、それは俺の早とちりだった。 もしかしてそれって。なんだこの音は。動物の足音みてえだが、その石は大きすぎる。どんどんこっちへ近づいてくるぞ。こい
ザ恐竜ティラノサウルス、俺なんてラッキーなんだ、生きた恐竜をこの目で見られるなんてよ。って感激してる場合じゃないでしょ、早く逃げるのよ。古代のために出くわしたと思ったら今度は恐竜か、まるでジュラシックパークだ。一足遅かった、バイオネットが発動させてしまったのよ、悪魔のプロジェクト。何？あ、追いつかれる。僕はガンドーベルごと海に沈んじまったし、どうすりゃいいんだ。チキシャホッパーキュースケ、あれはガンブル。お兄ちゃん、よし、チェーンガンをお見舞いしてやれ。その調子だ、いいぞ、こじゃ。やっべえ、あのトカゲ野郎、ガングルに飛びかかっていくぞ。ああ、ヘリコプターも恐竜に向かっていく。体当たり続きだ。ぶつかる。あっつ、おう。やったぜ、トカゲ野郎、尻尾を巻いて逃げていきやった。それより、コウ兄ちゃんは。ほれ、あそこ、あの木の上。チャオ、レキ、トモコ。コウ兄ちゃん、チャオじゃない、無茶しやがって。怪我はどこも痛くない？心配してくれるのは嬉しいが、油断するな、またまた厄介なのが出てきたぞ。あいつらか。さっきのやつより小さいけど、あれって恐竜？いや、恐竜じゃねえ、恐竜人間だ。ニーザー、ニーザー。8匹、いや、10匹はいるな。完全に包囲されたわ。どうやらこれを使う時が来たようだ。あらよっと、 なんだそのでっけえトランクは。中を見て驚くなよ。じゃーん、これは ID スーツじゃねえか。 ID スーツ、それは耐熱、耐寒、耐衝撃性能を極限にまで高めた特殊装甲服である。我らがサイボーグガイのアルティメットアーマーはこの ID スーツをもとに開発されたのだ。こいつがあれば100人力だぜ。 ID スーツ装着、ゴールドタイガー、シルバーピューマン、ピンククーガー、我ら不滅の ID5！ いくぜ、トカゲリアンども、 ID ブーメラン。こいつを着ると気持ちが引き締まるぜ。なあ、ゴールドタイガー。ああ、ウエストがちょっと苦しいけどな。 ID ブラスター。ダイエットした方がいいんじゃない？ ID スティンガー。残りの連中は恐れをなして退散したようだな。どうした？さっき飛び降りた時に腰を痛めたらしい。情けねえな。だから言ってんだろ、日頃から体は鍛えておけって。肝に銘じておくよ。それより今の化け物どもは何なんだ。さっきの恐竜といい、一体何であんなものが。悪魔のプロジェクトっつうのと関係あんだろう。そう、バイオネットはこの島で生物兵器の生産を開始したのよ。遺伝子工学にジュピター X のパワーを融合させてね。知らなかったぜ、ジュピター X でそんなことができるなんてよ。でも彼らは解明した。10年の歳月をかけてジュピター X の使い方を。ジュピター X、 もしかしたらジュピロス5のコンピューター、ユピトスが木星で遭遇したという謎の存在、ザ・パワーと何か関連があるのかもしれんな。とにかく先を急ごう。ピンククーガー、道案内はできるか。ここからだと北へ4キロくらい行ったところにバイオネットの研究所へ通じる洞窟があるわ。よし、待ってろよ、ジュピター X。
洞窟まではまだ遠いのか。この沼を抜ければすぐだから頑張って、コニーちゃん。なんならおぶってやろうか、ゴールドタイガー。結構だ。しかしあの頃は気づかなかったが、重かったんだな、ID スーツって。そういや、一体どっから持ってきたんだ、このスーツ。どこって、取っておいてくれたんだ、当時のスペアを。獅子王博士が。博士が？なんで？なんでって、不思議はないだろう、海の親なんだから。え？博士が ID スーツの海の親？そんじゃ俺たちが昔使ってた万能装甲車 ID モビルや超音速戦闘機 ID ウィングを作った ID5 開発部門の覆面科学者ミスター L っつうのは。そうか、当時は君たち面識なかったんだよな。ミスター L が獅子王博士。どうりで 3G のメカは操縦しやすいわけだぜ。どうした、モモコ君。なんだあれは。ワニ人間か。それにピラニア人間。人間と動物を合成して作られた生体兵器どもよ。これもジュピター X のなせる技か。あまりいい趣味とは言えねえがな。人間を食うのは初めてだ。どんな味がするのかな。食えるもんなら食ってみやがれ。ゲヒモモコ、合点アタックだ。待って、今無駄な体力を使ったら後が辛くなるわ。ここは私に任せて。何をする気だ。あの小型ダムを破壊するのよ。何？それ、ピンクボーン。お兄ちゃん、大丈夫？相変わらず派手なことをするな、モモコ君は。ここは洞窟の中か。よかった、怪我はなさそうね。ゲキは？離れ離れになっちゃった。10年前のあの日以来、あいつはいくつもの修羅場をくぐり抜けてきた。きっとどこかで無事でいるはずだ。信頼してるのね。長い付き合いだからね。コウモリ人間だ。落ち着いて、ただのコウモリよ。彼らの巣があるってことは、研究所の入り口はこの辺りよ。もしかしてあれか。そう、これよ。このレバーをこうやって動かせば。ここが奴らのバイオネットの本拠地か。そう、そしてあそこよ。あの装置の中央に収まっているのがジュピター X。 雪辱を果たす時が来たようだな、10年前の。でも油断しないで。この前もここで仲間たちが。なるほど、ホストのお出ましだ。イボイのスパイブカマキリ。クマにイノシシに、クモにカマキリ。ドクターモローの品かゾルゲルトーか。いや、
一番近いのはショッカーかな。見事な出来栄えだろう、私の作品たちは。貴様はバイオネットの総帥プロフェッサーモズマ。覚えていてくれたとは光栄だよ、ゴールドタイガー君。10年ぶりかな。今頃何しに来たのかね。忘れ物を取りに来たのさ。忘れ物？ジュピター X のことかね。いや、貴様らの野望を打ち砕くという重要な使命を全うしに来たのだ。それはそれは。しかし下船な。なぜ君までそんな格好をしているのかね、久我桃子君。あら、知らなかった？私はもともと ID5 のメンバーだったのよ。ならば仕方ない。私の可愛い子供たちよ、そいつらはあの世に送っておあげなさい。いいボーイのは。ビッグクーガー、フォーメーション SI3 だ。了解、 ID スティンガー。お兄ちゃん、結構遅かったんだね。なんだい、やっから棒に ID ブラスター。チャンスは何度もあったんでしょ。なのにどうして。どうしてって、ある人の面影が忘れられなかったってとこかな。ある人って、貴様、ID ブラスター。しっかりしろ、桃子。出血してるじゃないか。これは血じゃない、オイルだ。どういうことなんだ、まさか君は。離して。待て、桃子、どこへ行く。邪魔するな。やむを得ん。すまん君には申し訳ないが、食らえ、必殺ビーフジャーキー。今だ、怪物粉砕フルメタルドライバー。もう一丁。ドライバーをへし折るとは、なんてバカ力。押しちゃん、スラッガー。よう、どうしたい、男。ケーキ、もう少し早く来い。ちょっくら遠回りしまったぜ。それより桃子は。あそこだ、ジュピター X のところに。そこをどきなさい、プロフェッサーモズマ。誰がお前なんかにジュピター X を渡すか。言うこと聞かない悪い子が。モモコ、すげえ、片手でモズマを投げ飛ばしやがった。コウ兄ちゃん、激にジュピター X は取り返したわ。やったな、モモコ。だけどこれは私のもの。今こそ私はジュピター X と一つになるのよ。何を言ってるんだ、モモコ君。モモコがジュピター X と融合していく。お前たちはまんまと利用されたのだよ、その女に。裏切り者にな。裏切り者？そう、久我桃子は我がバイオネットの一員、ジ
10年前この私が命を救ってやったあの日からだ。何を寝ぼけてやがるんだこの親父は。手任せを言うな。出任せなどではない。そう、出任せではない、すべて真実よ。桃子。10年前のあの日、私の魂は天に召された。けれど私はこの世に戻ってきた、サイボーグとなって。桃子がサイボーグ。じゃあ、あの化け物どもと同じように改造人間にされ、バイオネットの一員となったのか。私のメンテナンスなしでは生きられんからな。だからどうしてもジュピター X が必要だった。機能点検、オイル交換、エネルギー補給、この苦しみから逃れるには新しい体に生まれ変わるしかない。それができるのは人の願いを叶えるパワーを秘めたジュピター X だけだが、思い通りにはいかんぞ。忘れたわけではあるまい。10年前のあの日、私の部下がジュピター X をコントロールしようとして失敗し、あの事故がお前の命を奪った、あの大爆発が引き起こされたことをな。そう、ジュピター X の制御は誰にでもできるものではない。それができるのはこの私だけだ。それはどうかしら。私はもうあなたの操り人形じゃない。生まれ変わった私の力をとくと味わいなさい。やめよ。死ぬのよモズマ。何、蒸発しちまった。素晴らしい、素晴らしいわ。ついに私はサイボーグの苦しみから解き放たれた。でもそれだけじゃない。新しい生命体へと、異星人や 3G のロボットさえ超越した神にも等しい存在に進化したのよ。私は世界を、いえ宇宙をも支配することができるんだわ。消えなさい、不当な怪物ども。この忌まわしい研究所も用済みだわ。なんでこんなことに。どうしちまったんだよ桃子。あら、私だけが進化してしまったから寂しいの。あなたたちは十分私の役に立ってくれた。ここまでたどり着く手助けをしてくれたこと感謝するわ。それとも分けてほしい、このパワーを。桃子、俺はお前を信じてる。その力を間違ったことに使うんじゃねえ。そうだ、私たちは君をよく知っている。さあ、そのパワーの放出を止めてくれ。神である私に指図する気？あなたたちも塵にしてあげましょうか。桃か、怒るぞ。死になさい。我々を殺しても ID5 の使いは永遠だ。さようなら。なんなの、体が熱い。どうなってんだ桃子の体が。熱い、体が燃える。ジュピター X が暴走してる。元の忠告が現実のものとなったんだ。苦しい、できねえ。クソ、どうすればいいんだ。お兄ちゃん、激励、ごめんね。
人とも私のことを思ってくれてたのに、私自分のことしか考えてなかった。きっとその罰が当たったんだね。桃子、どうにかなんねえのかよ。ダメみたい。体の感覚がなくなってきた。早く逃げて。お願い。俺たちももうすぐ桃子と同じ世界へ行くのか。諦めるな。カスケやコイチがくれたこの命をそうやすやすとエンマ様に渡せるか。待ちか待ちか、あの手を使うぞ。あの手、まさか一度も成功したことのねえあの技を使うのか。今やらねばあの世で後悔するだけだ。よし、やるっきゃねえな。行くぞ。おや、タイガージャック、ヒューマンジャック、タイリーダブルキック。バイオネットも壊滅だな。見ろ、あれはステルスダを装着したガイガーじゃねえか。将軍、参謀。よく来てくれたガイ。なんでここが分かった。ガンドーブルとガングルーの緊急信号を辿ってきたんですよ。ほら、回収しといてくれたか。ここも危険です。さあ行きますよ。おう、頼む。かくしてバイオネット島は海の藻屑と消え、タイガ長官とヒューマ参謀は無事 3G オビットベースへの帰還を果たした。また俺たちだけになっちまったな。生き残ったのは、桃子も死んだ。いや、10年前のあの時にすでに死んでいたのかもしれない。 ID5 が復活した時は正直嬉しかったかな。ID5 あれはもう過去のものだ。私たちは年を取りすぎた。やっぱり解散か。 ID5 は、お帰りなさい、長官さん、ヒューマさん。何があったんですか。長官も参謀も傷だらけじゃないですか。いい大人のくせしてインディ・ジョーンズごっこをしてたんだってさ。ね、長官。ああ、まあそんなとこだ。長官、私のビーフジャーキー美味しかったですか。ああ、とても役に立ったよ。ガンドーベルとガングルーもうまく使えたんですか。まあまあかな。参謀は慣れてるでしょうが、今回は長官も始末書は免れませんな。ま、今度のジャパンカップ行かせてくれるんなら私が代筆しても構いませんが。そういうところは父親そっくりだな、円筒寺君。おや、そうですか。何かちょっと照れますな。地球防衛会議の方もどうにか大役を果たしてきたが、いやー、骨身に染みて分かったよ。
長官や参謀の苦労がね。博士、ミスター L か。長官さんもヒューマさんも黙って戦いに行ったりしちゃダメだよ。 3G 隊員は困難な状況に陥った時、仲間同士協力し合って対処せよってどっかに書いてあったよ。マモル君、 3G 憲章第5条14項ね。ガキに教えられちまうとはな。水臭いですよ長官、参謀。俺たちはいつだって宇宙を守る仲間なんですからね。忘れてもらっちゃ困るの、くのくの。ありがとう諸君。すまなかったな、みんな。劇こうちゃん、 ID5 の魂が生き続けている。彼ら若き勇者たちと共に。ああ、永遠にな。全員機動の補修艦アマテラス急行。